どうも、ダンクローです。セールカラーっていいですよね。今回はコンバース、ファーストブレイク、プロミッド、セイジ、エルセッサーの紹介レビューをします。まだ日本で誰もこのモデルについて紹介レビューをしていないので、今回動画にアップしました。このモデルを購入したいけどサイズ感がわからない方、人とは被らないモデルを履きたい方、知りたい方、こんなモデル初めて見たよという方、ぜひ最後までお付き合いください。今回の動画はこのモデルに関することのざっくりとした紹介、ディテール、サイズ感、履き心地の3点でお送りします。では早速コンバース、ファーストブレイク、プロミッド、セイジ、エルセッサーをざっと紹介します。このスニーカーはスケシューです。コンバースでもコンズという海外限定のスニーカーラインから発売されました。コンズはコンバースの定番モデルをスケート仕様にアップデートさせています。オリジナルのファーストブレイクは1983年バスケットボールシューズとして登場しました。あのマイケル・ジョーダンが大学時代から1984年のロサンゼルスオリンピックまで履いていたモデルです。2017年6月には海外限定でエアジョーダン2とファーストブレイクミッドの2足セットで発売されました。2017年ファーストブレイク83ミッドとしてレッド、グリーン、パープルの3モデルが発売されました。そして2022年9月ファーストブレイクプロミッド、セージ・エルセッサーが海外のスケートショップや海外のコンバースオンラインにて発売されました。日本では未発売のモデルです。私はスケートデラックスというスケートショップにて購入しました。運送会社は DHL さんでした。9月10日に購入して、予定では9月16日に到着予定だったんですが、少し遅れて9月20日に受け取れました。なので購入から2週間以内で受け取れると思います。まあ、定価と送料で日本円で1万9000円ぐらいかかってしまったんですけど、どうしても欲しかったので購入しました。この円安どうにかしてほしいです。本当にセージ・エルセッサーなんですが、皆さん一度は見たことがある人物なんですが、この方見たことありますよね。シュプリームのルックブックでお目にかかる方です。彼はプロスケーターでありラッパーでありプロデューサーとマルチな分野で活躍しています。このモデルはコンズとセージ・エルセッサーのコラボモデルであり、1984年ロサンゼルスオリンピックでマイケル・ジョーダンが履いていたモデルからインスピレーションを受けていると思います。2017年ジョーダンが実際に履いたファーストブレイクが2118万円でオークションで落札されたことが話題になりましたね。この画像を見るとまんまこのモデルですよね。続いてこのスニーカーのディテールを見ていきましょう。アッパーはナイロンとレザーで構成されています。アッパーのセールカラーにネイビーがいいアクセントになっています。スニーカーボックスはこんな感じです。白色のシューレースが付属しています。最後にこのスニーカーのサイズ感、履き心地についてお話しします。前提として普段履きでの感想です。私は高高幅広です。
コンバースオールスターハイは 26.5cm、 コンバーススケートボーディング CX プロスケートオックスフォードは 26.5cm、 コンバース CT70 のローカットハイカットは 25.5cm、 ナイキのエアフォースワンジョーダン1は 26.5cm を履いています。このモデルは 26.5cm を購入しました。結論、ちょうど良かったです。横幅もきつくなくジャストフィットでした。このモデルのサイズ選びで迷われている方は、今履いているローカットのスニーカーと同じサイズでいいです。シューレースが長いので高高の人でも余裕を持って結ぶことができます。私はナイキのブレザーロー GT を履いた時は蝶々結びができるかできないかの長さになってしまったので、やはり長いシューレースっていうのはかなりありがたいです。履き心地なんですが結構固めです。ダンクを履いている感覚に近いです。アメリカのコンバース、いわばナイキが親会社なのでふかふかな履き心地を期待していたんですが、固めでした。普段履きではあまり長時間歩くのには向いてません。ミッドカットモデルということもあるので、ホールド感っていうのはかなり高いので、今履いているローカットのスニーカーでもう少しホールド感が欲しいよ、でもハイカットまではいかなくてもいいなという方にはちょうどいいと思います。いかがだったでしょうか。このモデルを初めて知ったよという方、このモデルの購入を考えられている方の参考になれば幸いです。この動画が少しでも参考になったよという方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。疑問や感想等のコメントお待ちしています。また次の動画でお会いしましょう。本日はここまで。ありがとうございました。